ありがとうございます。おにぎりありがとうございます。セカンド JK、SJK になりました。イエーイ、ヒュー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 ピカピカ、ありがとうございます。すっかわいい、ありがとうございます。パンと牛乳ありがとうございます。久しぶりに超えた、やったー、おめでとう、ありがとうございます。いろいろとおめでとう、ありがとうございます。パン、ありがとうございます。おにぎり、ありがとうございます。そう、クラス替えはルル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 ン、なんと超ハッピーな友達だらけのクラスになりました。イエーイ、超ハッピー。いや、ほんまハッピーです。ほぼお友達みたいな、まあ、もちろん喋ったことない友達もいっぱいいるけど、あ、いっぱいっていうかちょっといるけど、とかクラスの半分は喋ったことない人なんですけど、あ、半分もないか、3分の1ぐらい話したことない人なんですけど、3分の2はあの友達でした。おにぎりとパンありがとうございます。そう、お弁当安泰、そうなんです、お弁当を食べる友達がいっぱい。そう、修学旅行も楽しみです。同じクラスになったけど分かる合ってない進学おめでとう、ありがとうございます。進級しました、よかった、これで安心して寝れますそんな心配してくれてたんや。そう、でもね、今日始業式があって、始業式って先生の話聞くじゃないですか。でも私のクラスだけ一人多くて、人数が、でその人数多いのが私なんですよ。出席番号最後やから、よしみのようでね、まあこれは慣れたもんなんですけど、うちのクラスだけ一人多くて、座席がさ、一人の席やったんですよ。でもそれが2でも3でも4でも割り切られへんからさ、そう、始業式聞く席が一人だけポツン、はみ出し、それそれそれ、はみ出しだったんですよ。わかりますか、みんな塊がこうあるなら、塊がこうあるじゃないですか、何組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 ってあって、私だけ一人多いから一人だけ出っ張ってたんですよ、席が。それがめっちゃ気まずかった座席はあるけどそれがほんまに気まずくて、そう、素数席、それそれ素数やから一人だけ出っ張ってて、隣のクラスもみんな同じ人数なんで、うちのクラスだけ一人多い人で、そう、一人だけ出っ張って、しかも大体先生後ろに立つからさ、めっちゃなんか見られてる感があって、一人だけ、しかもみんな笑ってる中、と隣の席誰もいないからさ、笑えなくてめっちゃ気まずかったそういうの懐かしいよね。気まずかった。学校 の, 教室席じゃなくって、始業式の話聞く席ね、が一人だけ出っ張っててね。教室は違うんや。うん、気まずかったです、めっちゃ。学校の制服じゃないです。そう、気まずかった。みんな隣の人とさ、こう笑ってたりとか、空き時間にみんな隣の人と喋ったり、ご歓談みたいな感じの時間にさ、一人だけ一人ぼっちで、話中も笑うとこであろうところでも笑えなくて、ちょっと気まずかったけど、あ、まあ始業式だけやからね、その席。そうそう、教室の席は友達隣います、もちろん。そうそう、綺麗なの来た、一番羨ましい一番ええな、一番羨ましい。私は二十何番とか真ん中ぐらいになりたいです。そう、髪の毛に桜つけてます丹波さん真ん中、確かにだって二十何番ぐらいじゃない、真ん中、丹波やったらな、あー、たーとか真ん中やね、真ん中が良かったよね。もう最後の方だった。まあ陽の運命やね。陽ではないわ。陽の運命ですわ。かれこれ何回目ってぐらい一番最後。そうなのよ。一も一番羨ましい。真ん中ちょい後ろ、めっちゃええね。ハートありがとうございます。
JK2 花のセブンティーンでございます。似合う、ありがとうございます。 JK、 そう、そしてもう一つ嬉しいお知らせがありまして、なんとなんとなんと先ほど情報解禁されたんですが、なんとなんとなんと11日木曜日の20時からのキャンキャンルームに出演させていただくことになりました。イエーイ、ゲスト出演させていただくことになりました。イエーイ。皆さんキャンキャンルームってご存知ですかね。私は昔からずっと知ってて、すごい憧れの番組だったんですけど、番組っていうかこの私の配信と同じ感じでキャンキャンルームっていう配信があるので、それをフォローした無料でね、私の配信見るのと同じ感じで見れるんですけど、キャンキャンのモデルさん、ななみさんっていう本当のモデルさんがこうなんていう MC になって、毎回ゲストが一人その回ごとに変わっていく、その一回で私が出させていただくんですけど、どういう経緯か私も分からなくて、私も全然どういう経緯か分からないんですけど、でも嬉しいですね、毎日してて。そう、しかもね、その配信してる部屋がよく見る、いろんな配信とか使ってる、わかりますかね、ショールームって後ろに書いてるユナナンさんも出たことあるんですよ。そう、調べてみたらユナナンさんも出たことあるんですけど、そのショールームって書いてるあの部屋で配信できるのがめっちゃ嬉しいですね。わかりますかね。この前でも彩香さんも違うやつだけど同じ部屋行ってたけど、ショールームのスタジオ、それぞれどういう経緯なのかわからないんですが、めっちゃ嬉しいですね。そう、どういう話、毎回なんとなく把握そうそう、皆さんご存知かわからないんですが、そのキャンキャンのモデルさんとゲストの人が一人出てきて、そうそう、書斎みたいなやつ、 それ出てきて、まあ、ファッションの話だったりとかメイクの話だったりとか、いろんな話、その回ごとに全然違う話を、過去のを見てみたらそんな感じなんですが、そう、何するかでも分かんなくて、でどんな姿に変身するのかお楽しみにですね。私も分かんないけど、そう、楽しみ、ダメなんじゃ分かんないけどそう、嬉しい。そうなんです、多分近々、当日かな前日かな分かんないけど、バナー、ショールーム開いてすぐのバナーって分かりますかね、ショールーム開いてすぐ出てくるところにも多分出てくると思うんだよね、確か。こうショールームって開いたら出てくる、これここ、今なぎ呼びって出てるけど、こういうところ、こういうところに確か出てくると思うんだよね。今日はまだ出てないけど、そうなの、嬉しい食べ、もっとおしゃれな服だよ、ふるさとファッションでご飯の話ね、楽しみ。そうなの、そう、専用のルームなので、それフォローしていただいたら普通に私の配信見る感じで、そう、見ていただけます。ぜひ見てください。そのためにね、ちょっとダイエットを頑張っていました。今日から塩抜きというものを始めました。まあ、ちょっとプチ塩抜きね、全然 0.00g ではないんだけど、朝から味噌汁飲んだから麦わら帽子やばい、もっとおしゃれだよ、多分多分キャンキャンの方がね、私をおしゃれに変身させてくださるので、それもお楽しみにですね。みかん類の種類でも、ななみさんっていう方も調べてみたら、なんかすごい食に詳しいみたいで、乳酸菌ソムリエの方らしくって、でもね、私もヨーグルトの話合いそうと思って、その話したいな、腸活マイスターなので、だから食の話したいそう、限界突破するとフラフラにするらしいから、
ちょっと3日間だけね 0.1 ぐらいまででやってみようと思います。まあ、朝今日ね、あの時間があったから明太子卵焼き巻きました。新生活幸先いいスタート、明太子巻き卵焼きを作りました。まあその時点でちょっと塩分経ってるんだけど、まあ朝だから塩ラーメン食べたいあ、骨抜きケイトさんや、そうゴーイング、私も見てたから、そうそう、バラありがとうございます、かわいい、ありがとうございます。あ、応援してる、ありがとうございますね。アフタートーク、なんやろそれ、反省会じゃないかな、反省会、違う、世代交代なんだろう、世代交代のアフタートーク、どこを調べたら出てくる、発酵料理教室楽しそう、味噌とかかな、もっとおしゃれか、なんだろう、米麹とかそういう感じ発酵料理教室って何作るんだろう、京都のふりかけまだ食べきってない、でもそれこそ辛くて塩分たっぷりだから終わってから食べる、ちょっとでもね、キャンキャンのモデルさんに、まあちょっともうすんごいスタイルいい方なんですよ、そうだから、あのちょっとでも並べるレベルになれるように頑張ります温かく見守ってください、ぜひ。そう、食事管理アプリ、私も昔ずっとつけてたんだけど、最近ちょっとサボってたから最近また復活させました。食事管理アプリ、食べたものを入れたら糖質、塩分、タンパク質、カロリーどんだけ取ったっていうのが分かるんですよ。なので 0.00 はちょっと厳しいので、ゆるーく頑張ってみようと思います。まあ、あと木曜日までなんだけどね。アフタートーク平日限定、なんだってなんだって、あ、今決まったのかな、どこ調べて出てくる、なんか出てたのかな、あ、アベマブログ、後で見てみよう。ハートありがとうございます。夢人間公演の時もやってたの、シミアバターでルームぜひぜひ行ってください、ぜひぜひ。そう、バスケが得意なんだってね、コアラのマーチの食べ過ぎで2キロ増えた名前のやつかなそんな食べてるん、あ、そうそう、ココナさんも出てた、その時リモートだったかな確か、そうそうそう、砂糖の代わりに甘酢漬け、塩の代わりに塩麹、へえ、料理教室、へえ、すごい発酵だね、ココ2年生おめでとう、ありがとうございます、お仕事戻ります、頑張れ、8箱目めっちゃハマってるおにぎりありがとうございます。そう、11日の20時からぜひ見てくださると嬉しいです。あとね、もう一つ今日あれ、前回のお話し会で作ったエクセルで作った表を皆さんは覚えていますでしょうか。まあ超シンプルなやつです、覚えてるかな。それの今回バージョンを作ってみようと思って今作ってたんですけど、それを今ちょっとカタカタしながら配信しようと思ってたんですよ。覚えてますかね。バラありがとうございます。こんなやつで出したら分かるんじゃないですか。こんなやつ、これ出したらいいの、出して大丈夫、これ携帯抜くんでした。あ、どうもどうも。あ、そうそう、こんな感じのやつ、前回はこれ
これ作ったと思うんですけど、あ、覚えてる？そう、今回もファンの方が作ってくださるやつはめちゃくちゃ超キュートなやつなので、私はとってもシンプルな要点だけをまとめたやつを作って一緒に載せようと思ってね、それを今書こうと思ってて、昨日ルームスで話したのはなんだっけ、あ、そうそうそう、あのオンライン話し会の新コスプレ2つあったと思うんですけど、その2つの案はルームスのアクティビティで募集して、投票をショールームとツイッターのやつで決めようと思ってます。はい、ってことになってます。そう、この前ナンバラ出た時ちょっと痩せたからさ、ちょっと腹筋の線がうっすら戻ってきてたんだよねそう戻ってきてたの。ハートありがとうございます。そう、コスプレは案をルームスのアクティビティ募集して、投票はなんだっけ、あ、ショールームとツイッターの投票機能で投票しようと思ってます。で、その合算して上位2つをオンラインお話し会でやろうと思ってます。そのアクティビティをちょっと近々早いうちにあげようと思ってるので少々お待ちください。で、浴衣の色はもう決まってるので、それはもうルームスで聞いて、どの色がいいですかねって聞いてルームスで決めちゃおうと思ってます。なのでルームスのアクティビティあげたら案をぜひそこに書いてくださると嬉しいです。はい、そうなのです。で、髪型はあのレパートリーがなくなるまで全部変える、全部の握手会と写メ会は多分固定費用だけど、握手会とオンラインで全部変えるつもりなので、案をぜひ随時何かしらで送ってくださると嬉しいです。はい、思いついた時に送ってください。そう、希望ある方はズレムス、そうそうはい、なのでアクティビティ上がったらそこで案を募集します。三次受付までにはちょっと決めれたらいいなぐらいの目標ですが、ぜひお待ちしてます。そう、この色をさ、どうやったら色つけれるんだ、それはね、地の色のことをした線に色がついてるところを押します。ルルルルルルル、なんか間違えた、セルの書式設定のところね、あ、これ何かおかしいと思ったら PDF ファイルで、あ、 PDF の方はね、じゃなくて Excel の方もあるわ、うん、これかな、うん、Twitter に載せるときに PDF の方がやりやすい、うん、間違えた、姉の出席日数のエクセルが出てきましたありました、そう、これをまたツイッターに載せるので、よいしょ、入れたら1個減っていくとか、1個入れたら1個増えていくとか、あ、よいよい、そうで、おみくじ、あ、オンラインでしかできない企画っていうやつはよしみくじをしようと思ってます。服装は決めてないんだけど、やっぱみこさんっていう声が多いから、そうしようかな、どうしようかなと悩み中ですが、よしみくじをする予定です。はい
はい。ハートありがとうございます。そう編み込み、そうなの編み込み。お茶ありがとうございます。牛乳ありがとうございます。100キラキラありがとうございます。なにきさんかわいい、ありがとうございます。お団子ね、そうそうお団子つると思った。大よしみバイネールさんね。あ、ロマンス堂さっきまで久々に見てた。わあ、ありがとうございます。今日はかわいいよちよち、ありがとうございます。公演回数のエクセルシートは作ってないけど、でもファンの方は作ってくださってたりしますよね、きっと。それで多分回数を、ありがとうございます。ハートありがとうございます。パンありがとうございます。そう楽しみだね。最近ずっと服を見てます。どの服にしようかなみたいな。今日はカラコンを調べてました。握手会とオンラインはカラコンできちゃうからね、カラコンします。でもギャルヨシミンのカラコン、白ギャルメイクをずっと調べてたんですけど、白ギャルメイクどうしようかなと思ってめっちゃ考え中。まだ先だけど。すごい、公演回数と撮って出し写真をエクセルでまとめてる。すごい、わかりやすい。じゃああれか、え、毎回の撮って出しってこと？じゃあちょっと幼いアイネの写真も黒ギャルやばい、黒のファンデーション買わなきゃいけなくなっちゃう。カラコン、そうそう入れれちゃうからね。進学おめでとう、ありがとうございます。ガングロあ、すごい AKB グループメンバーとポリポリ。自分が参加した公演の集計 Excel シート、わー、それはいいね。思い返した何回とか、初めて入った公演はこれとか思い出せていいね。青いカラコンか、そう青かシルバーかなと思って、あれのギャルのイメージがさそれしかないからい、ね、どうしよう、ほんとどうやってメイクしようね。てんちゃんに頼もうかなとか思ったり。自分で研究したら面白いんじゃない、事前に。やばんばつけまつげは、つけまつげもつけるよね。そうそうそう、新規おめでとう、ありがとうございます。つけまつげはね、いっぱい持ってるんですよ。もらうことが多くていっぱい持ってるけど、使ってないやつがいっぱいあって、それを使おうと思ってたんだよね。あ、待って、変なとこしちゃった。あ、やばいやばい、戻った、よかった焦った、びっくりするかな。そうよしみんがもうギャル、全然ギャルじゃないかもギャルよしみんは6月23日の4部です。気になった方はぜひオンラインもぜひ待ってます。嬉しいことに大阪の握手会と写メ会の4部で落選報告を聞きましたので、またそう同じキャンキャンの日と同じ11日の12時から次は2次申し込みが始まりますので、落選しちゃったって方はぜひ、次は一部の完売を目指したいので、次は一部でお待ちしてます。あと横浜でもぜひ、オンラインでもぜひ待ってます。パシフィコモリモリ、やっぱモリモリか、髪どうしようと思ってた。
エッグ買わなきゃ、本当だ、エッグ買わなきゃ。ね、皆さんが支払いを忘れてなかったら頑張りだけど、どうかな。で、日程デブス、ありがとうございます。ね、横浜行く、ありがとうございます。そう、横浜増えたらいいなと思うんで、ぜひ横浜もお待ちしてます。横浜だけ一部なので、横浜も浴衣です。ちなみに、ルームスで、アン募集しますって書いときます、備考欄に。あれ、おみくじの時に羽織袴たくさん持ってるから、羽織袴ありだね、うんうん、たくさんね、あの2種買えれるし、うん、2部でね、うん、おみくじ、よしみくじ企画の詳細もまた決めなきゃいけないんですね。ニックネームに書いてねとか、ちょっとそれもまたおいおい、おいおい断じゃみします。すいません、すいません、来てくださってありがとうございました。明日もちょっと時間またお知らせします。13位、平八さん、ありがとうございます。12位、キジタさん、ありがとうございます。11位、マキシさん、ありがとうございます。10位、サクチャンマンさん、ありがとうございます。9位、ミョンさん、ありがとうございます。8位、コバトンさん、ありがとうございます。7位、トマトさん、ありがとうございます。6位、ヨシ君、ありがとうございます。5位、ヨンさん、ありがとうございます。4位、ウーカメインの箱石さん、ありがとうございます。そして3位はドゥルルルルルルルン、ロンドベルさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位はドゥルルルルルルルン、 F さんでした。ありがとうございます。パチ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 。そしてこの配信の1位はドゥルル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 ルン、アンケンさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございました。明日の配信はもう決めちゃった、朝にしようかな。じゃあ明日は6時半からします。 JK2 もよろしくお願いします。ではまたね、ありがとうございました。次の配信も来てくれるかな。またね。